広瀬すずが主演する映画、水は海に向かって流れる、より、いつも不機嫌で、気まぐれに豪快な料理を振る舞う OL、榊さん、広瀬、を囲む癖強めなシェアハウスの住人たちを写したキャラクター写真6点が解禁された、田島列島の同名漫画を実写化する本作は、26歳の OL、榊さんと高校生の直達を中心に、くせ者揃いのシェアハウスの面々の想定外の日々を綴った、家族の元を離れて始まる家族の物語、過去のある出来事から、恋愛はしない、と宣言する主人公、榊千紗を演じるのは広瀬すず、榊さんに淡い思いを寄せる直達役に抜擢されたのは大西陸、監督は、そして、バトンは渡された、の前田哲、主題歌はスピッツが担当し、本作のために書き下ろされた新曲、ときめきパート1が、登場人物たちの心情に寄り添い、この物語を一層彩っている、キャラクター写真で、お茶目な帽子をかぶりメガネ姿でカラフルな服が印象的なのは、直達のおじ、重道、高良健吾、脱サラして漫画家になり、シェアハウスの住人たちからは、逃げ道先生、と呼ばれている、シェアハウスのムードメーカーとも言えるのは、女装の占い師、泉谷、戸塚純喜、その装いからは一見想像できないが、捨て猫、後のミスタームーンライト、を守るために武術を披露して戦うなど、男気のある一面を持つ、猫を抱き、穏やかな表情の大学教授、成瀬勝久、は、シェアハウス斎藤氏、町の住人、海外を放浪することが多く、家の中には成瀬が買ってきた世界中の楽器やお面、置物が一体、シェアハウスに賑やかな彩りを添えている。そして、住人ではないが直達の同級生で、クラスでも一目置かれる存在の泉谷の妹、楓、と馬編み、猫のムーをきっかけに、シェアハウスにも頻繁に遊びに来ることになるが、実は直達に思いを寄せ、榊さんに対抗心を燃やす、そんな愉快なメンバーとの生活の中、ひときわクールな OL、榊さんと、みんなに愛される、拾われた猫、ミスタームーンライト、愛称ムー、を加えた面々が勢揃いし、シェアハウスの庭で楽しそうにバーベキューをしている一枚も、シェアハウスでの、恋、や、新生活、にも期待が高まる、映画、水は海に向かって流れる、は、6月9日より全国公開。